1971年に生産を終えたミゼットの名前を引き継ぎ、1992年に復活した超小型軽トラックがミゼット2だ。初代ミゼットがフロント1輪、リア2輪の3輪だったのに対し、ミゼット2は安全性を考慮して4輪レイアウトを採用。後に2人乗りモデルが追加されるが、基本は1人乗りでバイク感覚の初代のイメージを色濃く残していた。ボディサイズは全長2790mm、全幅1295mm で、初代ミゼットの最終モデルより180mm 短く、幅は同じ。最小回転半径は 3.6m と驚異的だった。最大積載量は 150kg と小さいが、もともと近所への配達といった軽作業用に設計されたため、それほどの不満は起きなかった。カエルの目のようなヘッドライトやフロントノーズに配されたスペアタイヤなど、外観のインパクトは抜群。走る広告灯としても活躍した。エンジンは 659cc 直列3気筒 SOHC、 運転席下に搭載され、駆動方式は FR を採用。サスペンションはフロントがストラット、リアはリーフリジット。当初は一人乗りで4速マニュアルのみだったが、個人ユーザーの増加を受け、コラム式3速オートマチックモデルや2人乗りモデルを追加。97年には荷台に屋根のついたカーゴタイプも発売されている。98年には新しい軽自動車規格に対応するためマイナーチェンジ。厳しい衝突安全基準をクリアするためにフロントマスクが大型化されるなどの変更を受けた。必要最低限の機能を最小限のボディサイズに詰め込み、最大限目立つデザインに仕立て上げた個性的な車であったが、惜しまれつつも2001年に生産を終了。しかしその累計生産台数は1万4000台に上ったのである。